稲垣さん、はい、お久しぶりです。ご無沙汰しております。お無沙汰します。さて今回はどんなお料理をご紹介いただけるんですか。稲垣さん、最近どうでしょう。外食とかですね、はい、あの飲み会とか、ちょっとあの控えられてる方多いんではないかと思うんです。そうですね、はい、でお家で宅飲み、家飲み、これのおつまみにぴったりのですね、はい、今日は山賊焼きご紹介します。山賊焼き、とっても簡単に、しかもバチッと味が決まって美味しいんです。それでは材料です。これ鶏肉1枚分ですね、一口大に切っております、はい、それから油大さじ1/2、そして味付けはこちらです。日本食研山賊焼きのタレです。黒胡椒のスパイシーさ、ニンニクのコク、いやこれはやみつき癖になります。味付けはこれでバッチリです。大さじ4ご用意させていただきました。それでは早速お肉焼いていきましょう、はい、入りたいと思います、はい、油を引いてあります。では強火で1分いきましょう。はい、いきます。でですね、はい、鶏肉の皮がパリッとしている方がいいっていう方はもう最初からこの皮面をしっかり焼いていただくのがいいと思います。さあそれでは、はい、ひっくり返していただきまして、続いて中火で、はい、4分で蓋をしていただきます。はい、いや、いい感じですね。そうですね、はい、蓋を取っていただきまして、はい、余分な油、うん、取りたいと思います。わかりました。はい、さあ、はい、それではここで、山賊焼きのタレ、大さじ4入ります。これであと絡めていただきます。わかりました。はい、さあ一気にこの来ました、いい香りが、もう食欲、こっちでも来ました。この香りと、はい、照りと、はい、たまらないですね、はい、山賊焼き完成でございます。簡単でした。はい、うん、本当にもうスパイシーでコクがあって、はい、お肉の旨味もちゃんと詰まっていて、うん、たった5分で焼いてかけただけとは思えない味でした。はい、黒胡椒のスパイシーさとニンニクのコク、日本食研山賊焼きのタレはお近くのスーパーの焼肉のタレコーナーでぜひお買い求めください。こちらの山賊焼きのタレを使ったレシピ動画は日本食研伊藤チャンネルで検索してみてくださいね。私も検索してみます。はい、それではまた。